テレビ東京に、来てるんですが、それに行くまでにですね、北陸大会で、この ABEX さんね、
はい、ABEX さんの予選会が通りまして、リリア全国大会に行くことになりました。何回かチャレンジしてたからな。はい、はいはい、よかったね、はいはい、ということで今日は来てくれた皆さんにですね、お母さんの方にありますが、今日は次に歌う曲の CD をね、急遽作りまして、で、はい、皆さんにプレゼントで、その曲を、はい、次に歌うんですけど、やっぱりリリアもねちょっと頑張ったので、はい、僕もね多分ライブで本当に使うのは日本で初めてかもわかりませんね、12月ぐらいまでなかなか日本に入ってこないので、これね、空気を叩いたら音が鳴るというね、ここをセットしといて、こういうものを使って、ちょっと演奏してみたいと思います。はい、じゃあよろしくね。はい、はい、はい、じゃあ次の曲は相田先生のテネシーワルツです、はい、よろしくお願いします。
はい。はい。ね。はい。今度もいっぱいな、ちょっとテレビさん来る言うから、テレビネタにこれやろうな、思って。はい。やってきました。はい。はい。ということで。はい。はい。そういえば僕らの涙を歌いたいと思います、はい、今日は皆さんありがとうございました。やがて時は行き過ぎ、幾度目かのあるのに、あなたはれうるように、そんな歌ってる亀岡さんが、リリアの応援に来てくれまして、あ、どうもです、はい、あのこれからもうちょっと楽曲作ったりのお手伝いをまたしてもらえたらいいかなと思っておりますので、断る、いや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 、そんなことないですけど、はい、はい、あの喜んでね、はい、あのさせてもらいたいと思います。はい、じゃあということで、はい、これからも皆さんよろしくお願いします。あの亀岡さんも11月25日そうですね、この、オリンピックさんで、させてもらいますので、はい、もしよかったら、皆さんまた来てください。よろしくお願いします。はい。